さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 皆さんおはよううございままます朝6時半になりしした今日も2つ行ってみましょう1本目は小泉すんずろ郎君新技を開発するということでいやついにやりました奥の手を出してきたかということで期待満々でございますさあ2本目なんですけどもこれ昨日法人の児童小学生の男の子でしたっけあの深センで襲撃されましたこれはね非常にやばいと思いますよところがこんな状態なんですけどもこの岸田さんと山口さんは今後も連携しようぜなんて言ってますし右端のこのウーマンラシはあの村も,村もつ さんね中国と仲良くしようぜ話し合いが大事だなんて言っておりますこれほんとやばいですよ高市さんねはいもう難問三隻でございますけどもぜひこういう問題を高市首相となりまして解決してくださいじゃあまず1本目このねスンズロ君の荒技なんですけどもまあ荒技新技ですね私も全く同じ考え公開討論会で同調連発の小泉すんずろ師とに、えー、視聴者あきれ最初に語らせるとなるほどそういうことねつまりもうボロが出てしまうとしか もね最初に質問を振られてしまいますと人の意見を参考にできません。だから今回開発した技というのは相手に同調するという作戦でございます。いや私はねバナナが好きなんですよって言ったら「いや実は僕もバナナが大好きです」と「いや私は子どもの頃からねもう本当にねあのご飯が大好き僕もご飯が大好きだったんですよ」こうい マイナスの、ね、点は絶対に食らわないと、うん、うまいこと考えたなとさあ3つねこれくくりました一番上こうした反響に対策を練ったのかどうか分かりませんが小泉氏は9月16日に候補者が顔を揃えたネット討論会で新たな手法を見せたのですと討論会で経済政策をテーマに各候補が政策を掲げていく中前経済安保担当大臣の小林氏は労働市場の流動性を高めていくことが重要であってこの失業なき労働稼働というもの移動か移動 とといいうものを進めていくことが大切と主張すると小泉氏はそこ小林さんと全く同じですと発言さらにサイバーテロ対策についての議論では小林さんと高市さんがアクティブサイバーディフェンスの重要性を主張これはサイバー攻撃を受けてから対応を考えるのではなく未然の防御を想定したものだが小泉氏はまさに今のお二人のように考え方が一致していると同調したんだとうんいやいやあの疑っちゃダメですよね本当にここうういいうとを考えていてああなんだ俺と 同じこと言われちゃったよという可能性もゼロではありませんと。で 時間ができた時の過ごし方について小林氏が一番の癒しは娘と過ごす時間と語ると小泉氏は私も全く同じなんですけどもやはり子供との時間は癒されますねとコメント常に誰かの意見に賛同し続けるスタンスを崩さないのだといやいやまあね実際のところまあこれはちょっと悪意がある記事かもしれませんけどもだけどねこれが新技だとすればうまいやり方考えましたよひょっとしたらこれね小泉さんが考えたんじゃなくてバッ の、ね、ブレンが何か言ったんじゃないですか。誰かが何か言ったら、いやいや私も同じ、いやいや私もそれ好きだったんだと言ったら必ずだいいんじゃないですか。あの絶対ですよ。絶対にボロが出ないとね、そういうことになりますよね。ということで、下にはいろいろ書かれております。いわば、最初からたたか戦わず、勝ち逃げしようとしてるのでしょうと、これね、柔道で言ったらいわゆるね、あれですよ。 かけ逃げってやつですよ。そうでしょう。なんか技をかけてるように見せて、全くかける気がないと。はい、そして指導。ね、指導が3本これくらいましたら、これ失格になりますよ。いいですか、小泉さんね、ぜひですね、まだ時間ありますんで、自分からどん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 論戦を挑んでくださいね。えそれと、私も昨日ね、ちらっと言ったんですが、まあ、例えば、小泉市長が誕生したとしましょう。でね、いろんな、まあ、この論戦がありますと。で、論戦は一りぼっちになるもんですから、人の、ね、応援を仰げないと。まあ、こういう危険性がある。で、国内でやってる分には、まだ野党 にめられれれるだけけかももししませんけどもこれ海外首脳とあった時が恐ろしいですよあの皆さんね、有名な、えー、ほら、ソ連のフルシチョフっているでしょ。で、あのフルシチョフは、当時のアメリカの大統領、アイゼンハワーとの会談をした時の、これ、記録に残してるんですよ。私見ましたけども、やっぱりフルシチョフってじーっと見てるんですね。で、このアイゼンハワーっていうのは、このフルシチョフ側からしますとね、私が何かをアイゼンハワーにちょっと突っ込んだことを言うと、まあ、ビンボールといいますか、この首の真横にバーンと豪速球を投げると、 アイゼンハワーは明らかに目が泳いだと。で、目が泳ぐために後ろにいる側近たちを振り返って意見を仰いでいると。そしてそういうアイゼンハワーを見たこのフルシチョフなんですけども、このアイゼンハワーという男というのは、自分では何も決められない男だということが私にはすぐ分かったと言ってるんですよ。はい、そうでしょ。だからね、首脳クラスっていうのはそういうとこを見てくるんですよ。ですから、この小泉駿泥君なんですけども、なんか受け答えとかね、態度がおかしい、なんか視線を泳がせるなと思ったら、 待てよと、こいつはどうも自分で決められない、意見がないなってことをすぐに見抜かれます。でね、今なんですけども、まあ、間違いなく各国というのは、このスずズロんの調査をしてますよ。だって少なくともね、今、首相になる可能性っていうのは、まあ、それなりに高いわけですよ。そうでしょこれ、高市さんか、まあ、石破さんか、小泉さんと、高いわけなんですよ。ですから、絶対に調査してます。中国も当然、身辺調査して、北朝鮮だって、ロシアってね、欧米だって、アメリカって、みんなやってますよ。ででその中で今の中今 本で言われているようなこういう情報がどん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 続けになるとそしてねもしですよもし小泉進次郎がですねこれ総理大臣になったらこれははい首脳会談の時に全部そのデータは相手の首脳の頭の中にありますからこうやってついたらこいつはうろたえて俺たちの言うことを聞くぞとこんなこと全部ねそういう風うになってしまうに決まってるでしょだからねいかに恐ろしいかってことになるんですよまあ確かにね、えー、まあバックボーンがいまして官僚の紙を読みながら答える時はこれは大丈夫でしょうちゃんと ところが今みたいな時というのは官僚も誰もいません自分の態度でこれは、ね、切り抜けちゃなくちゃいけませんからまさにこれアイゼンハワー状態になってしまうんですよ私これはねとっても危険だと思いますよさあそしてお次なんですけども危険といえばこれも大変危険な話題です 岸田首相と公明党の山口代表が会談したらしいんですけども、なんかね、昼飯食ったとか書いてあったかな、はいそして恐ろしいのは、これ、新体制になった後も連携と、つまり2人とも一線から退くんですけども、お互いに仲良くしようぜということを言ってるわけなんですよね。で、この中で山口は公明党も世代化交代を図る、岸田総理大臣が総裁選挙に出馬しないと表明したことも背中を押していただいたと、まあ、2人同時にね、そろそろこれで引きましょうかということになるんですよね。でここでですよその上で両氏は両党が 新体制となった後も政治の信頼回復に向けて連携して取り組むことが必要だという認識で一致しました。おいおいい違違う違う あななた,たちが連携ししてるかからおかしくなっちゃうんですよでしょだからこそ高市さんみたいな人に首相になってほしいという意見が湧き上がってるわけなんです。だってね、この2人が連携したらどうなりますまあそれはね、いいこともあるでしょうね。いいこともありますよ。ところが問題というのは2人ともどうですか中国大好きってことになっちゃうわけでしょで、この山口さんは言うまでもありませんよ。もうこれはね、中国べったりと。だってね、これ自民党が中国に対する非難決議を出そうとしたときに、文言全部修正して、

骨抜きにした人ってことになるわけですよね。とにかく中国大好き。えそして、この岸田さんというのは、やっぱりあのパー券の問題です。そういえばね、岸田さん、これでやめますけども、宏池会のパーティー券の問題ってどうなりましたあっちのがよっぽど重要でしょところが、今回の総裁選の話題に出てこないじゃないですか。これがおかしいと思いません。なんでこれが出てこないんですかマスコミもこれを言わない、ね。いかにマスコミがでたらめやってるか。そして自民党もでたらめってことになりますよ。これね、ガンガン突き上げてください。 さあこの2人がこんな形で、えー、退いて後も一緒にやろうなんて言ってるわけですからこんな恐ろしいことはないと皆さんもそう思いますねもうね考えただけでずっと背筋がしてしまいますよねいいですか山口さんねもう引退したんであればもうそのままねもう隠居という形に取、ね、ってもらいましてね、まあ、後ろからちょろちょろと公明党の皆さんにアドバイスをするもうその程度でいいじゃないですかそんなにねわあわあわわ言うことはないと思いますよ隠居、ね、お願いしますとさあそしてねもう一人こういう 問題題ある人物の、ね、話題が載っておりましたねはいこのウーマンラッシュアワーでしたっけ、えー、この村本大輔さんあ42歳なんだね毎度のことですけども韓国語と中国語の義務教育科を提案と。 アホかと、えー、隣と仲良くするためにフォロワーは賛否ということなんですが村本は日本は英語の次に韓国語と中国語を義務教育で教える授業をやった方がいいと隣の国を言葉を知ることから始めよう隣と仲良くするためにと投稿したとあのねもうなんでこういうわけのわからんこと言うんだろうなといやいやでもね私別に村本さんに全て反対してるわけではありませんよ隣と仲良くするためにっていうことは隣と喧嘩しない隣とねけ喧嘩しないつまりこれ大人の喧嘩というのは国 国の喧嘩というのは戦争になってしまいますんでそれは基本はそんなバカなことにならないように徹底して話し合いをすることいやこれはもちろん基本です大原則ですよそんなことは分かった上で言ってますでもこれは相手がちゃんとテーブルにお行儀よく座ってくれたという過程のもとに成り立つ話でしょところが相手はまずそもそもテーブルに座らないとでテーブルに座りながらもなんかね、えー、軍艦をどっかからねこう越境させたいみたいなことをやっているとさらにはミサイル飛ばしてね日本 今回にこう、ね、こう墜落させるるるようなバカなこととをやってる国もあるとそうでしょうこんな国と話をしてるんですよだから本当にね武器を使った喧嘩これは絶対やっちゃダメなんですけども相手と同じ次元に立たなくちゃダメでしょうとだから村本さんね本当にこういうね乗ったり食ったりしたことを言ってるんですけどもでこういう村本さんみたいな人がねまあちょっとねまあデタラメといいますかまあこうあえて言葉ねきつく言いますといわゆる卑怯なところなんですよ相手はねこういうむちゃくちゃなことをやってと特に教育なんか そうなでしょう日の丸を。 ね、踏みつけるようなことを強要するようなことを中国なんかやってます韓国でもやってますこれについて村本さんってどう思ってるんでしょうか、まあ、どっかで意見述べたかもしれませんけどもこれについては彼は説明できないんですよそうでしょうこういうね都合の悪いところはなぜか見えなくて絶対に触れないんですよねえところが日本に対しては散々文句を言って日本が平心抵頭でね向こうが怒っていたらまあ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 なんでそんなに怒るんですかとね気持ちを縮めてください旦那様ということで日本に対しては 日本がそういうふうにしましょうと、これで平和になるんですと、何 てるんだろかと思いますよねだからねこういう人の存在っていうのはまあ中国とかああいう国から見ると本当におめでたいと言いますかありがたいと言いますか利用価値の高い人物ということになるんですけどもその利用高い人物ね、えー、こういうポジションについてるってことは気がついてないのかもしくはそれがね嬉しいと思っている可能性すらあります本当に見てるとゾっと私はしてくるんですねさあそしてこれが昨日あった事件でございますけども深圳で日本の児童と小学生の男のかなここで42歳の男 に襲われたという話で。で これはね、もう確実に日本人を狙ってきていますとすごい国なわけでしょ。でこれでね問題はここなんですよ。高市首相が誕生します。そうしますとどういうことが起こるかこういう事件が多発しますよ。でもちろんね中国政府は我々がこんなことを煽っているわけじゃないと、まあ、当然言いますよ。でもね犬笛を吹くわけなんですよ。高市さんが強気に出ると政府としてはこれ日本に対して反発するようなコメントをバン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 出すわけでしょ。この外務省がね、えー、報道官か出すすわけなんですよ でそれを出してそれを国内のニュースでバンバン流しますとそれは13億人も人がいれば、ね、中にはどうしようもならないのが5万と言いましてそのニュースを見てなんか気持ちが高揚して、ね、逆恨みするやつがいるんですそしてその怒りというのを身近に歩いている日本人だっていっぱいいますからね中国にえそこに矛先を向けるとだから今回、まあね、そんなに大した怪我はどう持ってないらしいんですけどもかなり危険になります。 そううでしょう本当に私は危ないと思いますよ。で、ここからね、はい、ここからが、ね、問題なんですけども、そういう事件が起こりますね、そうすると日本のマスク前、どうなると思います中国、批判しないんですよ。高市首相を批判するんです。なぜかというと、高市さんがあんなに中国に対して強気に出るもんですから、中国の感情を逆なでして、国民がね、怒ったんだぞそれで日本人を襲ったんです。だから、彼らは悪いですよ、襲った彼らは悪いんだけどもと、ちょっとだけ保険をかけておいて。 で,でもその原因を作ったのは高市さないあんただろという、ね、そういうマッチポンプをやるとでそれで中国側って日本のマスコミが高市さんを責めてとそして国内に嘘800を流して情弱な日本人もああそうかもしれないなと高市さんがあんなに強気に出るのがやっぱりそもそも原因かもしれないと、はい、こういうことで煽られる、ねまあ、おバカな日本人もたくさんいるとでもう、ね、このサイクル作るのは目に見えています。 で中国も動きますよ、こういうサイクルと。だってね、日本のマスコミは自分たちの味方だと思ってますから、今のシナリオで動けば、確実に日本の内部から高市政権をより動かすことが可能なわけでしょ、もうね、ほんの分かりやすいことはないと思いますけども、まあ、高市さん、これにはね、折れずに、ガンガンやってくださいあ。それと今からなんですけども、高市さんね、身辺警護だけは、これ、首相になったら、徹底。 定的にやってくださいねダメですよもうね必要以上にこれ高市さんの身辺警護というのはもう日本の国力をね総結集してそしてプライドとね意地をかけてですねこの高市さんの敬語というのはやってほしいと思います今日の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録そして共有拡散もよろしくお願いいたしますまたメンバーシップもぜひご参加ください。それでは